裏打ちをご紹介します。脇を締め、上段に構え、肘、手首のスナップで技を行います。その際、肘が伸びすぎると、剛柔流の特徴である接近戦の技として使えません。しっかり肘を締め、手首のスナップ、腰のスナップで技を決めます。手刀打ちをご紹介します。肩、肘、手首と順に回転してきます。手首から先に行ってしまうと手打ちになり体が突っ込みやすくなります。腰、肩、肘、手首の順で回転を行い力を増していきます。撃砕第一。撃砕第一で注意しなければいけないポイントをご説明します。まず最初に、三鎮立ち上段突きから四股立ち下段払い受けに入る際、どうしても膝を開こうとするあまり体重が後方に傾いてしまいます。軸足で技を決める、この意識で中心線は保たれます。次に足払い手刀打ちです。足払いの際、どうしても体が浮いてしまいます。体を浮かず頭の高さを変えないで足払いを行います。撃砕第一のコツについてご説明します。前半、上げ受け、追い突き、下段受け、この3回とも左足が軸足になります。どうしても移動足で意識してしまうと決まらなくなります。軸足で技を決める感覚で行いましょう。次に両手突きです。上の手は中段、下の手は拳2個分を離し技を決めます。その際、やや足が早く決まり、その後に手が決まります。2回目も同様です。撃砕第一。